大口町健康文化センターは、愛知県庭郡大口町にある公共施設、微笑みプラザという愛称を持つ。1998年11月3日開館。1997年7月に着工した。1998年11月3日に完成式を行い、11月3日から11月6日までは町民に解放された。 11月7日と11月8日は、大口町ふれあい祭りの会場となり、11月9日から通常業務を開始した。1階と2階には主に大口町保健センターが入り、1階の一部には喫茶コーナーが、2階の一部には、大口町社会福祉協議会と訪問看護ステーションも入る。3階は、大口町歴史民族資料館、4階は、 大口町研修センター5階にはトレーニングセンターが入る。建物の総工費は工事管理委託費を含めて20億7873万円。延べ床面積は6950平方メートルであり、大口町役場や大口町総合福祉会館をしのぎ、学校施設を除くと大口町最大の施設となる。大口町総合福祉会館に隣接している。 愛称のほほえみプラザは公募に寄り付けられた。1階の会議室、4階の研修室、5階のトレーニングセンターなどは指定管理者であるリンクワークス技研ほほえみ共同体が管理運営に当たっている。大口町コミュニティバスには健康文化センターバス停がある。ありがとうございます。